にちは、ビアンカクリニックの大久保です。今日はですね、今流行の陣中短縮ボトックスについてお話ししていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、症例はですね、27歳の女性です。で、お悩みとしましては、陣中、鼻の下ですね、鼻の下の長さを短くしたいっていうお悩みでいらっしゃいました。まず、陣中っていうのは鼻の下から上唇に伸びる溝のことを指しています。日本人の陣中の平均の長さは 1.5 センチとされています。陣中のボトックス注射は、ボトックスを口輪筋ですね、口の周りを取り囲んでいる筋肉に注入をしていく施術であります。例えば歯を出して笑うと上唇が薄くなってしまうっていう現象は、口輪筋っていう筋肉に力が入ることで唇の内側が巻き込まれてしまうことが原因になります。唇が内側に引き込まれると唇が薄く見えてしまう上に陣中が長く見えてしまいます。はい、そこで、筋肉の動きを抑制する働きのあるボトックスを口輪筋に注入することで、この筋肉の緊張を緩和させていきます。そうするとリップが反り返って上を向くようになっていきます。内側に引き込まれている上唇を優しく広げて、ふっくらとボリュームアップをさせる効果も期待できます。陣中も短縮したように見えて、口元が若返った印象になっていきます。効果なんですけれども、3、4ヶ月続いていって打ち続けることで、唇の上に出る縦じわを予防改善する効果もあります。デメリットとしましては、口輪筋は会話とか食事の時に使う筋肉なので、日常生活に多少不便が生じる可能性があります。例えば、歯磨きやうがいがしづらかったり、ストローが使いづらかったり、あとは麺類をすすりづらかったり、発音がしづらい言葉があったりとか、そういった症状が出る可能性があります。ただ、これらの症状は2週間以内で治まる場合がほとんどなので、あまり気にする必要はないかなとは思います。長くても1ヶ月経てばほとんど気にならなくなると思います。デメリットも今言ったようにあるんですけれども、気軽に受けることができて、陣中を短く見せることができる、とてもいい治療だと私は思います。ボトックスっていうのは適用の場所に適用の量を打つのが大事ですので、ぜひボトックスは主治医を見つけるようにしてください。はい、じゃあ今日はですね、陣中短縮のボトックスについてご説明させていただきました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。